はい、それでは、続いて東京女子プロレスの記者会見を始めさせていただきたいと思います。まず最初に、追加日程の発表なんですけれども、3月の4日土曜日なんですが、昨年2回行いました、横浜、陽光台駅前広場の大会を、今年も開催することになりました。こちらの小橋真理香の地元の大会ということで、昨年2回行わせてもらいまして、今小橋真理香まだ高校受験のため欠場中ではありますけれども、こちら陽光台駅前大会を行いますので、こちらの方また入場無料となっておりますので、ぜひたくさんのご来場よろしくお願いいたします。続きまして三浦茜選手、こちらの方に入ってきていただきます。こちら、東京女子プロレス三浦茜なのですが、今年の3月25日横浜ラジアントホール大会をもちまして、東京女子プロレスを、卒業することが決定いたしました。昨年から、本人から、高校に通いたい、そういった申し出がございまして、その本人とも、話し合いを重ねてまいりましたが、4月からその高校が始まるということで、その日をもって新しいスタートを切りたいという要望を組みまして、3月の大会、横浜大会をもちまして卒業ということになりました。それではこちらについて本人よりコメントをもらいたいと思います。はい、改めまして3月25日横浜大会で東京女子プロレスを卒業させていただきます。20歳になる前にいろいろ自分の中で考えた結果、もう一度高校に通い直したいなっていうふうに気持ちが出てきたので、まあ、そういうふうにその両方やろうと思えばできるんですけど、過去に一度辞めてしまっているので、そういうふうにならないように、今は学業に専念したいと思い、東京女子プロレスを卒業することを決めました。最後、まだ残り1ヶ月ちょっとなんですけども、最後まで自分らしく戦っていけたらいいなと思っているので、最後までよろしくお願いします。その20歳になる前に、決めたということなんですが、本日がちょうど、そうですね、はい、20歳の誕生日ということで、はいはい、この日を選ばせて、発表、させてもらいました。それでは、三浦に、質問等ございましたらよろしくお願いいたします。以前からそういう考えはあったんですか、もう一回高校をやりたいという。そうですね、プロレスをやっていく中で他にいろいろやりたいことができても、やっぱり学歴が足りなくてできないことがほとんどだったので、まあ、いずれはちゃんと高卒資格を取りたいなって思ってたので、まあ20歳になる年でもあったので、まあ再スタートが切りやすいんじゃないかという節目の年なので、はい、今決断しました。まあ本当に両方やれなくはないと思うんですけど、はい、やっぱりその以前一回辞めてるっていう部分の後悔なのか、それともあってやっぱ専念した方がいい。そうですね。私器用な人間じゃないので。やっぱり一度高校に通っていた時は他のことに目移りして学校に行かないことがほとんどだったので、それで結局辞めることになってしまったので、はい、次はちゃんと一つに絞って、はい、高校だけに専念したいなって思ったので、はい、そうしました。今後プロレスはもうやらないということなんでしょうか。そうですね、まあ高校行くにあたって休業っていう選択も考えたんですけど、高校に4年間通わなきゃいけなくなるので、あまりにも期間が空きすぎるので皆様を待たせているのはダメなのかなって思い、卒業という形を取らせていただいたんですけど、まあ、4年後卒業した時に自分がこのまだプロレスをやりたいなっていう気持ちがあれば戻ってくることもあると思うので、はい、あんまりまだ言えないんですけど、はい、気持ちがあればまた戻ってくる。なんか東京女子で思い出のあるものって挙げられるものってありますか。そうですね、やっぱりデビュー戦ですかね。私は8ヶ月
間ぐらい練習する期間があったので、その中でずっと練習してきて、やっとデビューできた時はすごい嬉しかったです。あと、まあ、一度も優勝できなかったんですけど、プリンセスカップは全部の試合が私の中での思い出です。こちら三浦、残りの試合が、今月2月18日王子大会、3月4日、今発表しました陽光台大会、3月12日練馬大会、そして最後の、3月25日横浜大会、残り4試合になるんですけれども、その、次の大会になります2月18日王子大会、対戦カードが決定いたしました、三浦茜対黒根真帆のシングルマッチとなります。本日黒根真帆、こちら来てもらっておりますので、黒根真帆こちらの方へお願いいたします。ああ今日高田さん全然美味しくなさそうですね。三浦さん、次、三浦とのシングルマッチが決まったということで、はい、一言お願いいたします。一言ですか。いやもう私東京女子に入ったのを三浦さんが食べたかったからなんですよ。だからもう最初で最後でなんか食べれると思ったら本当楽しみでもうやばいんですよね。もう三浦さんをもう髪の毛一本残らず本当目玉とかも食べたいんでよろしくお願いします。三浦さん。皆さんからは何かありますか。はい、特にないです。大丈夫です。何か黒根真帆に質問ある方いる、はい、大丈夫でしょうか。質問大丈夫です。はい、じゃあないんですか。はい、じゃあ最後に2人、写真を前に撮ってもらって最後三浦さん。はい、美味しそうっていうのは、うん、はい、イメージどういうイメージなんか、ね、味はストロベリーとかそういうなんかフルーツ系とか。全然お肉ですよ。はい、あもう焼肉みたいなイメージ。肉焼いてないです。生ですよ。こうやって。続きまして、婚活群より、皆様にお知らせがございます。野々子選手、滝川梓両選手、こちらにお願いいたします。ここで私より、皆様にご報告がございます。こちらいます野々子、滝川梓、東京女子プロレスの婚活群ですが、今2人が手にしております結婚情報誌、こちらの方をリング上で凶器として使用してまいりましたが、それに対し、こちらの編集部より DDT の事務所に、私どもの雑誌を凶器として使うのはいかがなものかと、そういった、電話がございました。まあ、こちらも社内で検討をさせていただいたんですけれども、確かに、雑誌をリング上の凶器として使うということは、まあ、本来の用途とは違うことは明らかでございます。今後、そういったことのないよう、リング上での使用は自粛させていただくことにしよう
しました。改めまして、ゼクシーの編集部の皆様、そして、読者の皆様、誠に申し訳ございませんでした。こちらの件に関して、まず野本選手の方から一言お願いいたします。それでは、2人に何か質問ございましたらお願いいたします。婚活、結婚情報誌が、まあ、バイブルとして今まで使っていたんですけど、もはやそれが使えなくなってしまったら、もはや婚活文ではないんじゃないでしょうか。野呂子さんの婚活文じゃないんじゃないでしょうかという質問に対して、そもそも結婚情報を狂気として使わなければよかった。バイブルなので、そういうつもりでは使ってませんし、できることなら来世でまた会おうねって、そういう気持ちです。でも現に編集部からクレームが来てるわけですよね。その点についてどういうふうに思ってるんですか。もう現にクレームが来てるんじゃないか。したくてゼクシーを読んでた読者の人に対して、ゼクシーが危険なものであるということをこうイメージを植え付けてしまったっていう、その点に関してどう思ってらっしゃるんですか。あなたに何がわかるんですか。
そもそも結婚願望本当にあるんですか？結婚願望はあります。本当にあるんですか？結婚願望はあります。本当にあるんですか？結婚願望はあります。ではちょっと、まあ今後少し変わる分もあるかもしれませんが、今後とも婚活軍の活躍を、応援皆様よろしくお願いいたします。ありがとうございます。